ゃ酒巡りいかがでございましたか。いや酒はうもございましたな。そうじゃな、なんとここの場所はわしではなく、うん、他の者がぜひおもてなしをいたしたいということで支度をいたしました。いやいやお待たせいたしました。いや間に合いました。間に合ったな。改めまして熊本城おもてなし武将隊、わしが武前国小倉城城主細川忠興と申します。武前国中津城城主黒田官兵衛吉高である。ぜひわしらのおもてなしを受けていただきたい。こちらドン。なぜもらったんじゃ。これよりも名古屋の手羽先の方がうまそうじゃからな。いやいやもう全然美味しそうじゃない。実は足元をご覧になっていただきたいと。実はこの足元なんと足湯と名付けております。ここの八重の湯さんの素晴らしいところ、この空間と共に食事も味わえるというところにございます。冬なんかもうバッチリでございます。そうですね、体の芯から温まる時間かもしれません。野菜もうまいな。いただきます。おいしいなわけないでしょ。わごーわごー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 。熊本温泉紹介隊の熊五郎です。で私が一人でこちら温泉レポート。天然温泉家族風呂ということで、こちら面積は東京ドーム100分の1個分といったところでしょうかね。え、ヒノキの匂いも温泉の匂いが相まって、トリュフです。一流のトリュフの匂いというか。あらららら、らこれはやっぱ広い。こちら東京ドーム50分の1。やっぱ綺麗になられますか。やっぱ肌がスベスベで、あららこれすごい。いやこれで明日の当番、いや明日のライオンズ戦はだいぶいいな。いやもう僕とはよく分かんなかったですね今。